こんばんは、元男の子のバッカノンです。今日ですね、挑発的なタイトルなので、動画出すの怖いなぁと思うんですけども、でも、あながち間違ってないなぁと思うので、早速本題に入っていきたいと思います。タイトルはこちら !ADHD は無駄だっていうことなんですけども、カノンちゃんそんなこと言って大丈夫炎上しないって言われるかもしれないんで、最初に自己紹介しておきますと、青木カノンはですね、高校3年生の時に大学病院で脳波検査を受けまして、ADHD と診断を受けてますので、間違ってねえだろうっていうことで、ADHD っていうことを、皆さんにお伝えしておきます。で、今まで281年間 ADHD として生きてきて、様々な無能エピソードがあるわけですよ。なので ADHD は無能なんじゃないのっていうタイトルつけてるだけです。誤解しないでいただきたいのが、他の ADHD の人まで無能と巻き込んでるわけじゃないですよ。やばいじゃん。だって他の人が見たらさ、 ADHD はみんな無能ですって見られるわけでしょ。それはちょっとやめていただきたいということで、早速ですね、本題に入ります。で、まずそもそもなんでこんな動画を撮ろうと思ったかというと、1年半前にですね、こちらの動画を公開しました。実は私、ADHD なんですっていうカミングアウト動画なんですけども、これ結構反響ありまして、今もなお新しいコメントをいただき続けてます。ここ最近いただいたコメントで、ちょっと思うことがあり、反論とまでいかないけども、思うことがあったので、そのコメントに沿って今日は動画を作っていきます。いただいたコメントはこちら。ADHD は無能の言い訳でしょってことなんですけども、そのコメント読んだ瞬間に私が思ったのは、ああ間違ってねーって思ったんですよね。ただちょっとムカつくなーとも思いました。なんでさ、言われなくても分かってるよってみんな思わない？他の物事でもそうでしょ。いや言われなくても分かってるよって、お母さんにあんた部屋掃除しなさいって、いや言われなくても分かってるよって言うじゃん。そんな感じで、まず ADHD ってそもそも何ってことなので、正式名称を発表します。 ADHD は注意欠陥多動性障害っていう名称なんですね。主に5つの症状があります。1つ目、落ち着きがなく注意を持続することが難しい、または困難である。2つ目、気が散りやすい、集中力が続かない。3つ目、なくし物や忘れ物をしやすい。4つ目、ルールを守ることが難しい。5つ目、指示は理解できても従うことが難しい、とのことなんですけども、概ね当てはまってまして、そもそもカノンちゃんってなんで ADHD の診断を受けることになったのって聞かれると思うので、エピソードトーク少ししますね。きっかけはですね、高校3年生の担任の先生だったんですよね。どういうことかっていうと、私授業中に勝手に立ち歩いちゃうんですよ。注意受けても立ち歩いちゃうんですよ。なんか落ち着かなくて話聞くだけでやばいでしょ。あとはその同じミスを繰り返す、忘れ物激しい、時間通りに動けない、もう毎回遅刻しちゃうみたいな、そういうことをずっともう繰り返してまして、それで先生が、ちょっと青木くんやばいんじゃないのみたいな。このままだと、卒業式、なんかいろんな生徒がいるところに出席させることは、ちょっと先生として怖いわみたいなこと言われちゃったんですよね。なので、卒業式に出してもらえる条件として、病院に行きなさいみたいな言われて、それで ADHD だっていう診断を受けたんですよ。早速ですね、タイトルの回収をしていきたいなと思うんですけども、無能か無能じゃないかって言ったら、ADHD は無能じゃありません。お前、だってタイトルで ADHD で無能だからこうやって俺たち見に来たんだよって思われるので、ちゃんと説明します。厳密には無能だと思うんですよ。なんで私が無能じゃないかを説明したいので、じゃあシチュエーションで再現トークをしましょうか。ちょっと、ゴンザレスさん、なんで遅刻とか忘れ物とか繰り返しちゃうな。だって僕 ADHD だから忘れ物とか遅刻とか仕方ないと思うんですよ。なので許してください。これが私が思う、無能パターンみたいな。それはどういうことかというと、私 ADHD だから遅刻とか忘れ物とか別に仕方ないじゃんみたいな、だから許してみたいな、 ADHD っていう名の盾を相手に押し付けてるわけですよ。理解してみたいな感じ。それが無能だと思っちゃうんですよね。ちょっとトルネードさん、なんで遅刻とか忘れ物とかしちゃうな。はい、すいません。次からは手の甲にマジックで注意書きを書いておきます。いかがでしょうか。これが ADHD の無能じゃないパターンです。これ両者の違いって簡単なんですよ。改善する気があるのか改善する気がないのか。数年前の私はどっちかというと無能パターンの方の ADHD だったんですよ。なんか変なプライドが邪魔して、私は ADHD だけど別に無能じゃねえよみたいな、無能じゃないから普通の人と同じようにやってればいいんだみたいな、開き直ったんですよね。開き直るとどうなるかっていうと、めちゃくちゃいろんなところで迷惑かけるんですよ。すごいエピソードがあって、2年前かな、とあるラジオ番組に私出演したんですよね。ラジオのその放送開始がお昼の1時半で、現場到着が1時、そっから打ち合わせをして30分後の本番に控えましょうっていう感じで進んでたんですよ。だからいろんな大人の人たちも巻き込んでやったんですね。1時に現場に行かなきゃいけないんだったら、もちろん普通の方の考えだったら1時間前とかに家を出た時間を計算して家を出るじゃないですか。私その日朝の6時に起きたんですよ。すごくない？家からですよ、別に電車で3、40分のところですよ。朝6時に起きて、よし今日はラジオだから絶対遅刻しないようにしようっていうことで、もう気合い入れて
て身支度して、いざ家を出ようと思ったら、なぜかお昼の1時だったっていう。やべえ、集合時間に家を出たんですよ。じゃあお前その間何してたのってことになるじゃないですか。私もわかんないんですよ。これなんですよ。これが ADHD の、まあ、あるあるなんですけども、でその現場に私到着したのが放送開始5分前とか、現場の人にめちゃくちゃ怒られて、ここで、あ、私って無能なんだやっと自覚したの。めちゃくちゃ怒られてやっと自覚したんですよ。なのでもう変なプライドを持たずに、通知時計みたいな、もう一日のそのタスクとかをすべてここに入れて、機械にそのアラームでこう、今日は何時何分に何々がありますよ、この時間に支度しましょうみたいな、機械に管理させるんですよ、私の行動スケジュールを。そうすることによって私は劇的に失敗が減りました。これが私なりの ADHD の症状を改善する生き方です。生き方なんかでけえ話になっちゃったな。無能じゃないパターンですよ、これ。無能じゃないです。じゃあそもそもアーカナンちゃんは今までどうやって無能だと自覚してこなかったのってことなんですけども、それは簡単です。学生生活ってそんなに責任を問われることないじゃないですか。だから学生生活中に無能ぶりを発揮しても、変なやつ、ドジなやつみたいな感じで片付けてこられるんですけども、やっぱ社会人ってなると責任が降りかかってくるわけですよ。なのでもうことの重大さに気づいて、 ADHD ってことはもう高校3年生の頃から私は知ってたけども、でもあんなの医者が適当に言ったことだろみたいな感じで、私はもうふーって思ってたんですけども、あ、やべえなみたいな。ちなみに遅刻を何回も繰り返すことに罪悪感はあるのかないのかってよく聞かれるんですけども、罪悪感めちゃくちゃあるんですよ。めちゃくちゃあるんですけども、なぜか守れないんですよ。もう自分の行動パターンが読めないんですよ。計算ができない。もうそれ言ってるだけでやべえな。だから私はこういうのでやるんですよ。よくその2ちゃんの創設者のひろゆきさんとかも言うんですけども、僕は ADHD だからそもそも他の人と関わるの仕事やんないんですよみたいな。 ADHD が原因で周りに迷惑かけるかもしれないっていう環境にそもそも僕は身を置かない仕事をしてるんですよ。すげえなって思ったんですよ。それはでも私できないから、私はこうやって機械に身を任せて周りの人に迷惑かけないっていう選択を取ったっていうことです。まあそこを私は言いたかったんですよね。 ADHD だっていうことをその盾にして、他の人に私は遅刻しても許してくれるよねみたいな、まあそういうことを自分から言い始めちゃうと、まあ無能だよねっていうことなんですよね。まあそれが言いたかった。じゃあここからちょっとおまけ的なトークで、私のその無能エピソードをお話ししましょうか。このエピソードトークは注意欠如の項目に当てはまると思うんですけども、数年前かな、女友達と私の家で鍋パーティーをしようみたいな感じになって集まってたんですよ。家の主が私だから、鍋の材料とかじゃあ私が近くのスーパーで買ってくれよ、みんな家でゆっくりしててみたいな。友達を家に残して私一人だけ近くのスーパーに買い出し行ったんですね。でスーパー入りますよね。鍋の具材とかこうやって選んでますよね。でその最中に仕事場から電話が来たんですよ。で切って、本来ならば買い物の続きをすると思うんですけども、なぜか私は買い物のことを忘れちゃって家に帰っちゃったんです。で友達が、あ、おかえりーって言って、あれカノン、あれ鍋の具材はってなるわけじゃないですか。で私は、あ、ごめん、スーパーで買い物中に電話が来たからカノン忘れちゃったって言ったの。もうみんな、えみたいな感じになっちゃって、で実はまだここから先続きがありまして、ごめん、もう帰り、じゃあスーパー行ってくれって言って、もう猛ダッシュでその具材をスーパーに買いに行ったんですね。スーパーで具材をこうやってカゴに入れて、よし、お会計だーって言って、お会計するときにお金出しますよね。その時に財布がないってなって、二度目のスーパー訪問するものの、買い物せずにまだ手ぶらで家に帰るっていう。友達は呆れ帰ってましたね。そういうことがありまして、ああ、私つくづく無能だなって、本当にもう大げさですけども、手にマジックで買うもの書いたりとか、もうそうしないとダメなんですよ。あと他の無能エピソードで言うと、アルバイトかな。今までその時給制で働くバイトってことごとく私クビになってきたんですよ。マニュアル通りに仕事内容を課せられて、みんなと横並びになって、今からこの作業をやります、よろしくお願いしますって仕事をするのが私できないんですよ。全部失敗しちゃうの。もう同じミス繰り返すわ、他の人に何回も注意されるわで、もういろんなところクビになってきたんですね。でもね、逆に私がうまくいく職種もあったんですよ。それが営業職です。営業職っていうのはやった分だけ自分のお給料が増えるっていう感じ。私昔イトーヨーカドーの販売促進の仕事してたんですよね。一つの店舗に二人派遣されるんですよ。勤務時間7時間のうちにお客様獲得をだいたい二人で合わせて14件とかいけばかなりいいよねみたいな感じだったんですね。でも私は7時間の勤務のうち、みんな平均獲得数が14件のところを私は一人で50件とか取っちゃうんですよ。それを私はアベレージでずっとその獲得件数を出してたんですよ。そういう感じで比較的緩いルールの中で、頑張れば頑張るほど成果が上がるっていうマインドになると、なんかいろんなアイデアを浮かぶんですよね。多分そういう仕事が私は向いてるんだろうなと思ったんです。
ですよね。ちなみに、さっきのそのアイデアがいろいろ浮かぶって言ったじゃないですか。で、どんなアイデアが浮かんだかっていうと、その仕事内容がですね、その伊藤ゆかどのそのポイントカードを入会してもらうっていう仕事なんですね。他のスタッフはお客さんに、あのポイントカードいかがですかみたいな。100円につき1円ポイント貯まります。ご入会いかがですかってやるんですよ。私は、もうこれはもうみんな聞き慣れてる技だから、もうノイズだと思われて、いや、ポイントカードいらねえよみたいな感じで、跳ね返されると思ったから、私は違う切り口で言ったんですよ。それが、水飲む人いますかーってこうやってスーパーの中で叫びまくるんです。何言ってんだこいつみたいな感じで、めっちゃ振り返ってくるんですよ。何水飲むってどういうことみたいな感じで来るじゃないですか。そこで、初めて、あ、実はあの、このポイントカード持ってる人だと、ウォーターサーバーが無料で、組めるんですよ。なので水飲みますよね。よかったらポイントカードいかがですかみたいな。水飲む。わかった。入るわ。みたいな。それだけです。それをやったことで、私は他の人よりも何十件も多く獲得できたんですよ。で、最後になるんですけども、決してですね、私は ADHD の人を無能だって決めつけたいわけではなくて、だって現に私も ADHD だし、あの他の人から無能だって言われるの確かにいい気持ちはしないんですよね。私が言いたいのは、ADHD って今に限らず、江戸時代の人からいると思うんですよ、ADHD の人。今までの先代に生きてきた人たち、普通に仕事して、お金稼いで来てきたわけですよ。なので、ADHD ってことを否定するつもりないんですけども、それを言い訳にしてたら、多分可能性が狭まっちゃうのかなと思いますね。ADHD の人って結構その過集中したりとか、逆にいい側面もあったりするんですよ。みんなと同じことはもしかしたらやりにくい性質かもしれないけども、他の人よりも光る部分はあるかもしれないよねって私は言いたいんですよね。なので私の周りに同じように ADHD で苦しんでる人がいたら、私はこう言いますよ。ADHD は確かに無能かもしれないけども、でもそれを受け入れて自分が一番輝ける場所を探せばいいことあるかもよみたいな。もう何様だよ。今日の動画で話したこと以外にももう無能エピソードいっぱいありますからね。なんかそういうのが求められれば今後動画で話すかもしれないですけども、今日はですね、言いたいことはもうある程度言えたんで、この辺にしときます。少しでも楽しいって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。あとは、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、あと TikTok も画面の下にありますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。